ハザスルブルです。今回ですねハイキューセカンドシーズン第8話の感想原作との比較やっていきたいと思います。久々見るという方は一緒におさらいしていきましょう。じゃあどんどんいきます。月島の兄ちゃんの回想前に田中と縁の下のレギュラー争いみたいなやり取りが足されてましたね。月島兄弟が回想で会話した後の約1年後ってところ、文字でも言葉でもなく木や家の様子で1年経ったことを表してました。例えば冬だと雪が積もってて、春だと桜咲いててみたいな感じです。味があるし分かりやすい。月島兄弟が庭で練習するところ、原作ではナレーション、アニメでは兄弟の会話が楽しめます。比較したら楽しいのでぜひどちらもご覧ください。山口が体育館に入ろうか悩んでる心の声は原作のみで見れました。月島弟が兄にかっこいいじゃんって言った後の兄の反応が、原作では唇噛んでてアニメでは後ろ姿でした。どっちの表現も後ろめたいというか悲しみみたいなのが感じられますね。月島と同じクラスの兄ちゃんが試合に出れてないやつ、名前教えて、気になる。そして来ました、個人的にこのシーンめっちゃ久々見返したのでかなり感動しました。そしてアニメは胸ぐら掴んでる時の動きがいいですね。掴んで揺らしてる感じが、山口が本気で月島に話してるって伝わってきて、より一層感動が深まりました。そしてこの時の月島の言いたいこと、一番にはなれないのになんで頑張れるんだっていうのも、言いたいことはわかるんですよ。でも本当にこのシーンがあって月島の殻が破れてよかった。クロート僕とのただ信勝くんの下り、アニメではより面白くなってましたね。効果音とか背景で面白さプラスしてました。僕とのバレーが楽しくないのは上手くないからじゃないって言葉、土星論だと僕は思います。私リベロも痛感しました。僕とがストレート打ち抜いた時の相手チーム、原作ではこの時名前が映っておらず、アニメでは日中って書いてたんですが、この名前覚えておいてください。あれって思う日が来るかも。ひとまずどうでもいいってセリフの時の僕と、アニメでは覇王色の覇気まとってました。間違いないです。ワンピース読んでない方参戦。このセリフって一級入魂とつながる部分ありますよね。あと 120% も。え、それなんだって。いや、ネタバレというかなんというか、知らね。月島の僕とに対するキルブロック、アニメ迫力増してます。ぜひご覧ください。そして最後、日向と月島の太陽 VS 月って感じのところで今回終わりと、次回9話 VS 傘、月島の次はあいつのターンです。新必殺技を習得せよ。 SNS の告知です。ほぼ毎日ブログ更新、週1でインスタ更新、ツイッターやってます。動画の情報など先出ししてますので、フォローよろしくお願いします。